星書きができるまでシリーズ第10回目、袋詰めです。ちなみにこれが最後です。星書きは最終的にこのように白くなるんですけれども、これを袋に詰めたりして売り出します。ちなみに化粧箱という箱に詰めて売るのが一番高級品なんですけれども、実家は今それ面倒なのでやっていません。このような袋に詰めて売るのが主流になっています。その様子を動画に撮りましたので、ここで紹介します。 干し柿を干す段階でだいたい同じぐらいの大きさの干してますので重さも同じのが集まってるんですよねなのでサイズによってこの袋に何個入れればいいかっていうのはだいたいわかるんですあとは袋をたまに揺らして下の方までしっかり入るようにしないと溢れてしまいますからねあとは微調整をいたしましてちょっと大きい柿だったら小さいのと入れ替えたりします ちなみに360グラムから370グラムの間に入っていればいいんです。けれども、ちょっとおまけで370グラムに近い方のグラムにしてあります。そして袋に入れましたら、あとは密封するためにこの機械に入れます。熱処理をいたしまして、密封する方式です。ちなみに下にペダルがありまして、それを踏むとガチャンとなるようになってます。 これで完成品なんですけれども、あとはこれを業者のところに持っていけば終わりです。なお業者を通さなくても別に良いので、個人的にはこのような箱に入れて売ってます。ちなみに個人的に売っている値段もここで公開しようと思ったんですけれども、頼むからそれだけはやめてくれって言われましたので、ここでは公開いたしませんが、相当安いです。一応参考までにデータを出しておきますと、これは正教で売っている値段です。 この値段を見ていただければわかるように、星柿って相当高級な食材なんですけれども、これを完成させるまでに色々な苦労がありますので、まあこれぐらいはしてもしょうがないように思います。というわけで、星柿ができるまでシリーズ第10回目を持ちまして、これで終わりなんですけれども、約1年間ご視聴ありがとうございました。他にも色々動画を出していく予定なので、どうぞチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。